はどうすればいいかな。これでこれを。こんにちは。はじめましてですが、秦野に住まいを持っております黒犬と申します。さっき YouTube って話ありましたが、YouTube も10年ぐらいやってるんですけど、 YouTuber の認定された覚えがないんですね。なぜならば飯が食えないからです。YouTube をやったって食えるわけではないということをここでは強く言っておきたいと思います。そんな話よりもですね、とりあえず、かっこいいジジイになりたいなというのが目的で音楽も、書いたりするんですが、やっております。ダンディにね、かっこよく最後花散らせたいなというところですが、過去にいろいろ皆さんもそれぞれいろいろあるでしょうが、それを黙ってですね、こう雰囲気に醸し出すだけが、これからの道かなと思っております。70年代、80年代がちょうど僕の青春時代だったんですけれども、その頃の、曲をずっと歌っています。ちょっと待ってくださいね。それではですね、まずは僕の大好きな、南義孝さんという方、知らない人多いかなと思うんですが、静かな昼下がり、逆に言った。
Thank you.
かれて彷徨う街恋の隠れ家でも